静岡中大前橋中園長19回とは、大正15年8月18日に、阪神甲子園球場で行われた、第12回全国、中等学校優勝野球大会の準々決勝第3試合、神聖代表、静岡県立静岡中学校対北関東代表、群馬県立前橋中学校の野球試合を指す。 それまでの大会記録である延長16回を大きく上回る熱戦となった。この記録は第19回大会における中京招待面積中の延長25回の試合によって破られるまで続いた。両校とも2回戦からの出場。前橋中は強豪第一新校賞と対戦した。多数の選手が職あたりになっていた風もあって前橋中、 絶対不利の下馬評だったが、終わってみれば6から1で干渉した。静岡中はこれも、強豪瀬ダミと対戦した。創日は、前日の1回戦で1安打完封した、AS 高橋を温存したのがたたり、9から2で静岡中が圧勝した。今大会の2強を制した両校が、本試合で対戦することとなった。延長19回、静岡中が、 さよならのホームインを決めた瞬間前橋中は、静岡中のエース上野製造を打ち込んで四回、表までに5から0としたが、静岡中は四回に一点、八回には打者九人の猛攻で四点を取って同点に追いついた。延長に入ってから、前橋中は十四回と十七回の二市満塁十九回の一市二三塁の後期をものにできず、対して静岡中は十九回に、 前橋中のエース丸橋一しを西から攻めた。2番築地四球、3番国友が安打で続き、4番福島が中前へ運んだ。2層築地が3塁を蹴り、中堅からの早球を丸橋が中継して、バックホーム。ところが早球が築地に当たってさよならとなった。試合時間4時間10分。この試合の控え審判だった、佐伯達夫は、 19回でダメだったら引き分けにしようと決めた矢先だったと後日10回している。なお、勝利した静岡中はこの大会で優勝している。ありがとうございます。